はい、こんにちは。時にはちょっとアホや、アホや、アホやってなんや言うからね。アホやってなんぞいって言うからね。これ何これ。うわ。すげえ。こんなん出ました。アホや。たこ焼き屋ですね。アホや。アホやでなんでたこ焼き屋なんでよう意味わからんけど、なぜかたこ焼き屋ですね。結構こんな、ペチャ焼き LINE で注文とかね、こういうなんか前たら有名なたこ焼き屋かな。こんな近所っちゅうことは、昔行っとったね。もう今さらちになってましたわ。数玉何町言うんかな、播磨町言うんかな、昔のUFJ の、じゃあ三菱銀行のね、事件になったとこの交差点にちょっと入ったとこにであったんですよ。多分前からあると思いますわ。これ、超うまそうじゃないですか。はい、呼ばれます。いただきます。超うまそうじゃないですか。マジうまそうなんですけど、初めて食べる。マジ初めて。なんかこれなんか違う。ん？全然味が濃い。濃っ。ん？なにこれ。めっちゃ濃い。これソースが濃いな。これマヨネーズと、なんか濃厚すぎる。うん、これソースが濃いんや。うまいけど濃い。うまいけど濃い。鬼の一撃、意味わからんし。言われます。どここれ。金のってどこやん。超辛口。味がわからん。違いのわからんゴールドブレンド。濃い。濃いけどね。なんかやみつき美味しい、多分。近所にあるたこ焼き屋と全然違いますわ。これなんぼやったんかな。10個でね、1、2、3、4、5、6、7、10個、10個でなんぼやったかな。650円だったかな。だから多分高い方や思うねんけど、いやどうやろ。
ちょっと癖になる味かな。美味しいかも。このたまに天かすに当たるんよね。なんかこうまんべんなく入ってるんじゃなくて、たまにこう天かすに当たった時の天かすがうまい。これね、だからいろんな、今時いろんな味選べますやん。ここもお兄ちゃん聞いてきましたわ。何にしますか言って、いやもう普通でええよ言うて、でソースと青のりはどうしますかってワンパターンなり聞かれて、いやもう全部かけれるもんかけといて言うて、で見たら多分ね、他ねそのままとかね、ポン酢とかね、醤油とかいろいろありましたわ。だからこれ一回そのままで食べたい。これほんま濃いすぎね、タレが。普通とか前に言ったこれソース以外で食べた方が美味しいかも。たこ焼き研究家としてはね、ちょっとアップで見ます。こんなその辺のね、近所にあるたこ焼きとはもう全然ちゃいますわ。多分ずっと60年大阪にいてるけど、多分初めてちゃう、こんな食べんの。この味は、いやそうでもないか、いやどうやろ、いや、たこ焼き研究会ってそんな、そんなにたこ焼き食べまへんで、それも近くの普通のおばちゃんが焼いてるたこ焼きとかね、そんなばっかり食べとるから。っていうかね、大阪の人はね、なんかたこ焼きしょっちゅう食べてるみたいなイメージともあるかもしれんねんけどね。まあしょっちゅういうかね、まあまあ食べると思うんすけど。なんちゅうんかな、食べたいって思う時言ったらもうそうそうないんですよ。たこ焼き食べたいな、今日なんかそうやったんですよ。たこ焼き食べたいな思って、うん、せや、あっこになんかアホ屋があったな思ってね。アホ屋って知りまへんで、アホ屋が、アホ屋みたいなのがあったなみたいな。テコ屋いうのがありますね。テコ屋、このお好みのテコかどうか知らない、ひらがなでね、テコ屋。これはアホ屋ですやん、これはアホ屋。けどもう一個テコ屋言うてね、テコ屋ってあるんですよ、たこ焼き屋ね。そこも食べたことないけど、どうやろう、もうここと同じような感じでね、なんちゅうてんかな、その辺の町のたこ焼き屋とちょっと違う感じのたこ焼き屋なんですね。そこもいっぺん食べてみますわ。今日はたこ焼き食べたいで、そんな年に一遍も二遍もないですやん、食べたいと思うのね。で行って、で帰りにちょっとスーパー寄って帰ったらね、
その時に限ってもなんかいろんなもんがめっちゃ安い。それも早い時間。今何時？今まだ晩の7時ですね。だから晩の6時台ぐらい行ったらね、普通そんな安くなってませんやん、時間的に。けど今日はなんかみんな安になっとって、みんないうか、ああいう順番で安していくかな。あの私ら惣菜もんしか見えんけど、あんまりねじっくりと。今日はだから塩化もんとかね、練り製品とかね、そういうのがもう全部半額になっとった。はい、だから順番的にそういうのから売っていって、最後お惣菜安くしやんのかな。よろしいらんけど、結構衝撃やった。たこ焼き買うてんみたいな、なんで安いんみたいな。はい、取ってきました、これだし巻き。チャンネル登録お願いします。